バスケットボール男子 W 杯 E 組日本、ドイツ、25日、沖縄アリーナ、バスケットボール男子日本代表、ホーバスジャパンが挑む W 杯は25日に、史上初の日本、沖縄、フィリピン、インドネシアの3カ国共催で開幕する。日本はアジア最上位で2024年パリ五輪の出場権獲得となり、1976年モントリオール五輪以来、 48年ぶりに自力で切符を狙う。スポーツ放置では、押しやか、と題して開幕まで日本代表を紹介。第5回は馬場雄大、27、イコール無所属イコール。厳しい環境に身を置き、夢の NBA 入りを追いかけ続けている。馬場は昨季まで NBA 下部の G リーグでプレーした。NBA 選手になるべく、ハングリー精神を養えるみたいなところ。 毎試合が勝負って感じが一番すごい。一試合のパフォーマンスで次の試合に出られないとかもあった。飛行機移動は基本、エコノミークラスで2メートル超えの大男たちが何時間もぎゅうぎゅうになって試合の開催地へと向かう。長期間に及ぶ怪我をすれば、次の日にはカットされ、すぐさま新しい選手が加わる。夢舞台を目指す若手が、自身の全てをかけてしのぎを削り、毎日がサバイバルだ。 ババの実力ならば、B リーグや合衆リーグに所属する方が、年俸も今より増え、待遇も恵まれるだろう。だが、挑戦はやめない。世界一のリーグにチャレンジすることでしか得られないものがあるからだ。22から23年シーズンは、1試合平均34、3分プレイし、同12、3得点、3点シュート、3ピース、成功率は40.3%を記録。 外角のシュート確率向上が大切だと気づき、試合でも結果に現れるようになった。高い身体能力を活かした攻撃スタイルにスリーピースの力を伸ばし、戻ってきた。他の仲間より一足先にシーズンを終えて今春に帰国した。代表活動が始まるまでは、トム、ホーバス監督とほぼ毎日、ワークアウトを重ねた。単にスリーピースの練習ではなく、 あらゆるシチュエーションを想定し、より実践的なトレーニングを行った。トムが考えていること、求めることは密に話してきた、と信頼関係も深まった。19年 W 杯、中国、は、5戦全敗と厳しい現実を突きつけられた。あの時の悔しさがエネルギーとなり、今も熱く馬場の心の中で燃えている。19年 W 杯が原動力、負けたままでいるのが嫌。 W 杯の借りは W 杯でしか返すことができない。小林玲香イコール終わりイコール、ババ雄大、ババ雄大、1995年11月7日、富山県生まれ。27歳、小学1年からバスケを始め、筑波大4年時の2017年9月に B1 の A 東京に加入し、チームの連覇に貢献。19年に NBA のマーベリックスと、エキシビット10。 契約を結び、株 G リーグレジェンズでプレー20から21年シーズンは豪州リーグのメルボルンユナイテッドに所属。21年10月からレジェンズに復帰。21年東京五輪代表。21年7月に女優の森カンナと結婚。195センチ。